々の奮戦により襲撃をやり過ごした第七班。手綱は重い口を開き、その身がある男に狙われていることを告白する。手綱を狙うのは大富豪ガトウ。手綱の橋作りに反対する勢力であった。真実を知ったナルトたちはその意志を曲げることなく、最後まで手綱を守り抜くことを決意。いざ波の国へ向け再び歩き始めるのだった。それが俺の人道だ。